以前ですね、合同企業説明会はですね、基本的に参加することをお勧めしないよということについてお話ししたんですけれども、学内で行われるものは例外ということになります。学内合説であったとしてもですね、こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今回はですね、学内で行われる合同企業説明会には参加すべきかどうかということについて、私の考えをお話ししたいというふうに思います。以前ですね、別の動画ですね、企業の個別説明会、ないしは、合同企業説明会、そういったものについて参加すべきかどうかということについてお話をしてきました。その際にですね、学内で行われる合同企業説明会については参加した方がいいんですかという質問を受けることがよくありましたので、今回の動画を作らさせていただいた次第ですね。学内のね、合同企業説明会っていうのは、大学が主催して、まあ大学の施設、まあ生協とかね、そういったケースもありますし、あるいはホールとかそういったケースもあるんですけども、まあそういったところでですね、ブースが設けられて、そこに企業が出展して行われるというのが、まあ学内の合同企業説明会です。結論から言うとですね、この学内で行われる合同企業説明会については、私は参加することを結構強くお勧めしています。以前ですね、合同企業説明会はですね、基本的に参加することをお勧めしないよということについてお話ししたんですけれども、学内で行われるものは例外ということになります。なぜそうなのかということについて、まあ3つ理由がありますので、それについて今からお話しします。一つ目の理由はですね、採用意欲が高いからということになります。ビッグサイトとかで行われる大規模な合同企業説明会と比べて、大学の中で行われる合同企業説明会っていうのは参加する企業の数は、まあ、確かに少ないんですけれども、基本的にその大学から採用したいという明確な採用目標を持って参加している企業が多いので、結果としてですね、合同企業説明会、ビッグサイトで行われるような合説と比べてですね、採用意欲の高い企業ね、集まっていますので、比較的内定につながりやすいというのが特徴としてあります。特にですね、あまり学歴が高くない大学の学内のね、合同企業説明会の場合はですね、そんなに有名じゃない企業がですね、集まっているケースが多いんですけれども、その場合はですね、わらしべ長者戦略でいう、わらとなる企業の内定を得るという意味ではですね、非常に有用かというふうに思います。逆にですね、まあ、高学歴の方の学内の合同企業説明会は、結構ね、有名企業ばかりがね、参加する形になりがちなんですけれども、有名企業ばかりに行くのではなくて、以前別のね合同企業説明会の動画で解説したりですね、人がいないような企業のねブースに行って、そこの話も聞きながら、まあ、内定につなげていくと、そういったね戦略も取ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。では2つ目の理由ですね。2つ目の理由は何かというと、自分の大学のレベル感が分かるからというのが2つ目の理由です。先ほどね申し上げたことと、まあ、関わってくるんですけれども、そのね大学の学生を採用する気があるということで出展しているのが学内で行われる合同企業説明会ですから、詰まってるね企業のランクといいますかね、有名度、そのあたりを見ていくことで、自分の大学がねどれぐらいのレベルなのかということが大体わかるんじゃないかなというふうに思います。逆に言うとですね、まあ学内合説に来ている企業が中小企業ばっかりでなんか微妙だなというふうに皆さんがね、もし思ったとすればですね、その方の通っている大学というのは、人材市場からはそういうふうに見られている大学であるということになります。ただね、なんとなく就活をしていてもですね、まあそのレベルの企業にしか行けないということなので、就活でより上のランクを目指すとかね、より待遇のいい会社とか、より人気な会社を目指すということになると、かなり力を入れないといけないということになるわけです。逆にですね、学内合説に有名企業が来ているんだけれども、その有名企業のブースに人がねパンパンに入っているという場合は、それはそれで結構厳しい戦いが待ち受けているということがわかると思います。というのもですね、まあ、そこにあの学内の人がたくさん応募しているわけですから、自分もそこに応募するということはそのうちの一人ということになりますので、まあ、そのね選考を勝ち抜いていかないということがわかるからですね。そういった意味ですね、自分の大学のレベルがどれぐらいなのかということが理解できるという意味で、学内の合説はやはり有効なんじゃないかなというふうに思います。では3つ目の理由ですね。3つ目の理由はですね、 OB/OG に会えるからというものですね。学内のね合説を行う場合はですね、そこで話をする人事担当者は大体その大学の出身者である場合が多いです。もしね人事担当者がその大学の出身者がなかったとした場合はですね、もう一人その話す現場の例えば営業マンとかエンジニアを連れてくるケースが多いんですけど、その人がその大学で出身であるということは結構多くあったりします。例えばですね、まあ日本大学でね学内合説が行われるというふうになった場合は、例えばね A 社のブースでは日大出身の社員が喋ってて、 B 社のブースでも日大出身の社員が喋ってると、そういったね合計が結構見られるわけですね。まあそうなるとですね、一般的に行われている合説と比較してですね、その人事の方と共通のねあるあるネタとかね、そういったもので話が盛り上がりやすいということになるわけです。例えばですね、同じ大学であるということはですね、同じ学部学科とか同じ授業とかね、同じゼミとかね、まあ昔の話に戻って、まあ同じ学食とか同じサークルとか、そういう話で盛り上がることももしかするとあるかもしれません。そんな感じですね、話を盛り上げながら、まあ以前ね学内合説の動画でお話ししたりですね、事前に用意したレベルの高い質問を相手に投げかけることができればですね、もしそれがね相手に好印象というふうに、まあ、映ればですね、君いいねと、一次選考はちょっとパスでいいから二次面接から来ないよみたいな、そういった形になるかもしれません。そういった点からですね、やっぱり学内合説は、まあ、一般的な合説に比べてやりやすい状態になっているので、ぜひですね参加することをお勧めしたいというふうに思います。はい、というわけで、まあ、今回ですね学内合説に参加するべき、まあ、3つの理由についてお話をさせていただきました。まあ、もちろんですね学内合説だからといってですね、なーなーと参加するだけではいい成果は得られないというふうに思いますので、学内合説であったとしてもですね、参加する企業を事前に調べて、こちらからですねレベルの高い質問したりですとか、その企業に興味があることをねちゃんと分かるような質問をしたりですとか、まあ、そういったね準備をした方がやはりいいということになりますので、そのね準備の仕方については以前お伝えした合説の動画でお話ししていますので、ぜひねそちらの動画を参加
参考にしていただければと思います。ただですね、まあ学内講座に参加してすごくいいなというふうに思う企業あったんだけど、まあ例えばね、そこがすごく人気だとかね、あるいはその企業に受かるために自分がどういったアピールをしていいかわからないと、そういったことでもしね、お悩みの場合であればですね、まあ、ホワイトアカデミーに来ていただければ、そういった会社に対してどういったアピールをしていくと受かりやすいのかということについてもお話できますので、ぜひですね、一度来ていただくとお力になれるというふうに思います。ぜひご検討ください。はい、というわけでこのチャンネルでは、初任何もか就職活動に役に立つノウハウについて配信をしております。ぜひですね、チャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる。残業代が支払われない。働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があれば、お早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。